こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日ですね。はい。ショートサイドのバンカーというか。難しいやつですね。ピンが近いバンカーショットね。遠いのも難しいんだけど、はい、近いの難しいよね。難しいですね。しかもこの、まあ、太平洋クラブ成田コースの13番の、はい、まあ、左のね、はい、バンカーで、まあ、なんてあんまりこう寄るイメージが少ないと言いますかね。だってこれ飛ばさないとまた戻ってきちゃうし、そうなんですよ。で、あんまり打ちすぎると どんどん下っていっちゃうしさ。で、難しいんですけど、まあ、こういう時にね、まあ、気をつけてるポイントというか、はい、なんかあればな、まっちゃんが。僕がですね。僕が、まっちゃんがです。僕、とりあえずボールいっぱい持ってるんで。はい。あ、そうなんですか。なんか持ってるんですか。出してもらっていいですか。1。いいですよ。こんな産卵みたいによ。すげえ寄ってんな。まだあるの。まだあるんだ。ちょっと見たくない方はスキップしてもらって。スキップしてもらってね。はい。まあこれで最後です。最後ですね。で、このパンがまあちょっと打ってもらおうか、まずは。これですね。砂はまあまあありそうな感じだね。ありますね。はい。砂この間入れたんですよ。そうなんだ。お願いします。じゃあ、いきます。はい。うまい。ナイス。ありがとうございます。うまいっすね。これ今ね、はい、要は、まあ、近いバンカーさ、はい、なんか嫌だなとか、こうしたいなとかっていうのはなんかある？抹茶の中で。僕の中では、うん、まあ、嫌だなって思うのは、うん、僕、手前にミスすることってあんまないんですよ。僕はですよ。はい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 、はい。僕、どちらかというと、行っちゃうこと多いんですよ。行っちゃうこと多いよね。はい、まあプロゴルファーとかさ、はい、まあそのプロ目指してるね、まっちゃんとか、はい、まあ、多分もっかいバンカーってことはないのよ。ないですね。その上級者になればなるほど、はい、もっかいバンカーをめちゃくちゃ嫌がってるから。だってもっかいバンカー目玉ですよ、多分。飛ばしちゃうんだよね。だからそこの心配はないって感じだよね。そうですね。いかに飛ばさないか。そうですね。ってやる感じだよね。飛んじゃうのをどれだけセーブできるかっていうところで、うん、だから僕の計算は、はい、奥から計算してるような感じですね。奥からね、はい、だからなるべくこうスイングを小さくするとか、はい、まあ、フェースを開くとかね、はい、っていうことだよね。そうですね。なんか、まあ、今の振りを見て、はい、僕アマチュアの人とかも結構レッスンするじゃないですか、はい、バンカーショットが苦手な人ってね、はい、めちゃくちゃ振るのよ。ビビるぐらい振るのよ。あ、もうあっみたいな感じですか。バッて振るんだけど、はい、出ないのよ。要はその出ないから振ってるんだけど、なるほど、またちょっとなんか深いですね。だからなんか、まあ、トップしたりさ、これとかさ、はい、顎があるじゃん、はい、顎っていうか、はい、トップしたら出ないじゃん。出ないですね。ねえ、だからまあアマチュアの人に多いのがさ、ダフりすぎてるっていうのね。あー、確かにありますね。うん、そのボールのさ、僕たちは5センチ手前ぐらいにクラブヘッド入れて、そこからダウンブローに打ってるんだけど、はい、10センチ手前に入れて、そこからアッパーブローにね、あのアマチュアの人はこうどうしても当てたいのか、まあ、気持ちはすごくわかりますよね、うん、なっちゃってさ、はい、で出ないからどんどん振って、あ、でたまたまクリーンヒットしたやつはあの逆サイドのバンカー入っちゃうみたいな。一番悲しいやつですね。でバンカーはその僕苦手な人とかに結構言うんですけど、はい、すごい振ってるからバンカーって片手で出るんですよっていつも言ってる。あれ、ワッホさんよくやってるじゃないですか。やってる、うん、僕多分出ないと思うんですよ。いや、ちょっとさ、まあここ今砂の量を送ってあれだ、もうちょっと前の方でさ、はい、うん、この辺りぐらいですか。うん、片手でちょっとやってみて。マッチは初かな。初っす。これでもね、僕大丈夫ですか、これ。いや、そのスタンスオープンとかにしないで、はい、あと手ゆるゆるにして打ったらもうこんな感じ。マッチはこんな感じ。あ、こういう感じ。そう、こういう感じ。これそれぐらいでバンカーショットって出るんですよ。出るでしょ。出るんですよ。ってことはね、はい、ヘッドスピード5ぐらいでいいのよ。女性の方でも出るっすね。いや、それはそうだよ。だって今のヘッドスピードより遅いことないでしょ。ないっすね。だからバンカーってヘッドスピードじゃなくて、はい、その振ってる強さじゃなくて入れるとこなの。で確かに今ちょっと分かんないと思うんですけど、はい、これが1球目だったんですよ、うん、2球目こっちだったんですよ。いいとこ当たってる、ね、でもその戦場では言うと、うん、いいとこ来てるわけじゃないですか。そうそう、だから
そのバンカーショットは力がいらないっていうのをまずね、覚えておいてほしいですよ。そこをまず理解しないといけないですね。そう、そうするとショートサイドのバンカーでいっぱい振ることないんですよ。あ、なるべく軽く振れるはずなんでね。もうあと2球ぐらいちょっと片手で本当に軽くじゃないですか。はい、軽くでしたね。で別に出なくてもいいじゃん。そのまあこれ片手で今練習だからさ、はい、だから練習で皆さん片手でやってもらうと本当にバンカーってあこんな感じなんだっていう。めっちゃうまい。めっちゃうまいじゃん。いやそのね、僕が想像してるよりうまくて僕やお手本見せようと思ったんですけどやめときますよ。あ、バンカーってそうこんな感じでいいんですね。それを踏まえてね、はい、両手でねちょっとこう軽く両手で軽く振るのむずいですね。まあでもその力が入れないってことが分かれば、はい、まあマッチャンはだから力がそもそも抜けてるからいつも通りでいいですけど。ああそういうことですね、はい、うん。片手の方がうまいっすね。なんかちょっと力入っちゃう。だからさっきまでは片手5だったわけじゃないですか、うん、で左手も5入るから10になっちゃう。10になっちゃう。ちょっと変わってもらってもいいですか。はい、でこれね、はい、やっぱり力じゃない、これは力じゃないっす。このボールがあったら、はい、まあ言ったら皆さんはすごい手前で振ってカンカンってやってるからどんどん力入る。ここにね、はい、言ったらここにヘッドをある程度スッて落とせばちょっとトップハーフトップしちゃったけど、はい、出るんですよね簡単に。まあ逆に言うとボールに近ければ近いほど出るってことですもんね、うん、そうここにあってスッと、あ入る、入りました。うっ乗ってないですよ。乗ってないですか。カメラワークが悪いね。いやいやいや言ってください。入れるなら入れるって開いておいて簡単に出るでしょ。出るっすね。このヘッドスピードだよ。だからバンカーショットって言ったらアバウトにさ、言ったらこのラフより優しいじゃん。優しい。ここのラフよりはさ優しい。いいよね。だからこれを両手で持っといて軽くイメージして、うん、すごい小さく振るよね。小さくだってその片手で振れる振り幅で出るんだから、うん、そう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 、別にそれ以上って大きく振る必要がないですよ、ね、これをなんかスピン入れようとかね、はい、いろいろやってくるとやっぱりどうしても振りがこう大きくなったりして、まああのいろいろこう技術がね、はい、やれるんだけど、基本は本当にこの片手で出るぐらいのイメージでとりあえず出る。確かにそうですね。でこの時にね、まあ大体僕、はい、こう皆さんからコメント全部読ませていただきますけど、はい、ボールの位置どうするんですかとか来るんですよ。なるほど。ボールの位置何も気にしてなかったですね。そうでしょ、はい、ボールの位置とかは片手で打つ時はさ、まあ片手で、まあ右手でだよね、はい、右手で打つ時にすごい左に置かないでしょ。置かないですね。置かないでしょ。すごい右にも置かないよね。置かないですね。なんとなく真ん中に置いて、真ん中らへんすね。スタンスもなんとなく突っ立ってるじゃないですか。確かに。で出るんですよ。要はこうやって。だからびっくりするぐらい簡単に出ますね。簡単に出るよね。だから僕だって初めてやったんですよ。まっちゃん初めて。僕は結構やってるから。じゃあなぜ初めてかというと、うん、ワッホーさん結構簡単に出してるの見て、うん、あれできなかったら自分恥ずかしいなと思って、はい、ちょっと挑戦しなかったんですよ。すごい簡単にさ、こんなんじゃん。もうだからその辺をね、うん、こう分かる。これって体で覚えるっていうか、まあ、脳で多分こう、はい、こういうのね。確かにそうですね。バンカー嫌だなと思ってる人はもう嫌だから、はい、もうこうやってバーンとかってなっちゃうんだけど、これがもう脳でさなんかこう分かるようになってるから、そうした方が出るんだよっていうのが、うん、そうそう、こうやって片手でなんかこうやってピッてやった方が出るんだよみたいなのを分かってくれば、はい、どん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 バンカーの苦手意識がなくなると思うんですよね。確かにもう僕も、うん、まあ、夏はラフボーボーで冬は下が薄くて、うん、はい、もうそれだったらバンカー入ってくれってやっぱ思うことありますもん。そうだよね、はい、だってバンカーだったら砂が、まあ、あるかないか、そう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 、で大体なんとなく見た目とかで、うん、なんとなく把握できるじゃないですか。把握できる。
だからもうそれだったらバンカー入ってバンカーからの方がね計算つくよね。そうなんですよね。そうなのよ。多分それって僕もワッコさんもなんだかバンカーが多分うまく打ってて、そうだからそう思うとですよね。こっからだったらまああのボールピンより手前止めれるけどさ、はい、このラフからとかじゃ難しくなってくるじゃん。このラフからだったらこのラフの方がもうバンカー入る可能性あるっす。そう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 なのよ。そういうことなのよ。カツってなってあっ、うん、なってそうなのよ。バンカーからの方がなんか出る感じするよね。そうバンカーからバンカーはないけどラフからバンカーはあるっす。よくあるよね。ありますね。でそれ嫌がるからさ結構奥行くじゃないですか。そうなのよ。だからこれだったらバンカー入っときゃいいのにとるみたいな最初から入っときよみたいなね。そうなんですよ。またここで入るなら一打損したよみたいな。そういうことなんですよ。だから、ね、まあそのショートサイドのバンカーとかで振りすぎてるから皆さん、うん、だから距離のこれ今、まあ、ここからピンまでって、うん、まあ10ヤードとかぐらいじゃないですか。 そうですね、はい、それぐらいはもう楽勝だから15ヤード以内は片手で楽勝、うん、楽勝です。だって片手で、まあ、今こっからここだったじゃないですか、はい、あれここからここにしたら多分20ヤードぐらい飛ぶからな。あ、うん、ポンと落とすだけじゃんヘッド。そうですね、うん、でそこのヘッドスピードなんてもう片手なんてもうそうだって両手でやったらこんぐらいでしょ。そうですね触れないよ逆にだから僕さっき両手で持ったら、うん、強く入っちゃうねだから結局、うん、そのまあ30ヤードぐらいのバンカーになってきたらもちろん振らないといけないけど、そう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 。でもその入れるところっていうのは分かってほしいわけよ。バンカーって力じゃなくて、はい、クラブが入るところが大事だから、これを分かっていただくと簡単なんで。なるほど。まあなんかね、ちょっとでもこうバンカー苦手な人がさ、はい、出るようになれば僕たちも嬉しいし、そうですね、どんどんこう練習でね、はい、やってほしいなと思います。まあそれにしてもまっちゃんは片手の方がうまかったです。いやびっくりしましたでも片手でやる勇気はないよね。なしあいつ急にどうしたんだみたいな。あいつ急にあいつ感じ出てるぞあいつどうすんのかなどうすんのかなっつってこいつ片手でやったよみたいな両手でやっとるよみたいななるからね。まあそんなことで、はい、まあ今日もねあのご視聴いただいて本当ありがとうございます。ありがとうございます。またなんかいろんななんか役に立つ ね、 そうことがこう僕らもこう考えて、はい、まあ皆さんちょっとでも上達できればなと思うんで、はい、はい、また見てください。わかりました。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。